はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。神戸在住様からお手紙いただきました。ありがとうございます。私への郵便物の送り先は動画説明欄もっと見るをクリックで、ご覧くださいませ。9月17日の夕方、予報見たらまだ32度とか33度の最高気温だったんで、夕方やります。北朝鮮による拉致被害者スクーカイさんが内閣府に提出する署名を集める活動を都内で行います。急ですがメール等の皆様お手伝い参加よろしくお願いいたします。場所と時間はメールに記載してあります。まあいつものですかね。なかなか気温下がんないんで政治活動できねえな、倒れちゃうとあれだもんな、思っておりましたけれども、夕方だったらまあそろそろやろうかなという、9月も後半ですもんね。なんか立憲の原口議員がですね、ウクライナ政府はネオナチとか言っちゃって大使に絶対に受け入れられない、抗議されて国際問題になっちゃってるみたいなんですけれども、欧米でですね、ナチがどんだけ絶対悪として定着してんのか知らないんでしょうね。人を気軽にナチ呼ばわりすると大変なことになるっていう、欧米の常識、知らないんでしょうね。あたかも今のジャニーズ事務所的な絶対悪ですよ。ナベプロはジャニーズとか太田プロはジャニーズとか言われたらそりゃ怒るでしょう。今ならね、以前からですね、私は光の戦士とか、言っちゃってて、頭大丈夫かこの人って心配されてましたけれども、最近マシマシで頭おかしくなってて、なんか哀れ、哀れであります。増税メガネ内閣改造後の一言、明日は今日より良くなると誰もが感じられるような政策を進めていきたい。今日より良くなるようにするとか、今日より明日を良くするとか、言わないところがダメだよね。進めていきたい。世論です。詩人かよ。具体性皆無。明日は今日より増税。明日は今日より悪くなる模様。お前は何もするな。お前が辞めるのが一番良くなる。明日は今日より物価が上がってるよ。小学校の学級委員長の就任挨拶かな。まあ嫌われてますね、増税メガネね。左からも右からも嫌われる、まあ軽有な才能を持ってますね。言うことがいちいち他人事で、存在が上の空だし、言葉に重みがないし、こうしたいだの、こうすべきだってスローガンばっかりだし、なんかいつもですね、可もなく不可もなくで、その場その場をですね、うまーく憎まれずに文句やれずに逃げ切ろうって態度が見え見えでもうね、なぜ財務省の犬と呼ばれてるのかわからない。そりゃ増税すっからでしょ。ウーバーと個人事業の出資主のインボイス制度にしてもですね、1兆円の税収増加が見込まれるんで、まあ増税してますよ。増税してないってのは嘘ですよ。あと控除もいろいろなくすっていうしね。自民党議員にとってはですね、強い信念とかない操りやすい見越しがいいんで、次の総裁選も買っちゃうのかな、岸田総理な。この人のおかげで自民党の支持率落ちてるって分かんないのかなーっていう。内閣改造について中国外交部が口挟んでまいりました。平和条約締結45周年を契機に対話や意思疎通を強化し、矛盾や意見の食い違いを管理し、建設的かつ安定的な関係を推進すべきだ。まあスローガンですかね。世論です。いらねえ。何様目線、こっちみんな上から目線でうるせえ。残念だが林は切られたぞ。お友達はよそで探しなさいよ。全力で嫌がらせしておきながら何言ってんの。ちょっと前に麻生さんを身の程知らずとか言ってたよ。内政干渉をしていると自覚がない中共は割とガチで頭おかしい。おめえらとは付き合いたくねえ。嫌がらせで痛手にしてただろうが、付き合いを減らせば互いのイライラも減るわけです。まあ、要約するとですね、俺の言うこと聞けて、こんなこと言ってますよね。今年の中日平和友好条約締結45周年を契機に、45周年ってそんな大きな節目でしたっけ？普通50周年とか100周年ないんじゃないのかな。来年にはですね、締結46周年を契機にとか言ってんだよねえの？
なんか言うにこと書いて、対話や意思疎通を強化し、こっちの話は全然聞かねえくせにね、何言ってんのね、中教の言ってることを言ってる意思疎通で、俺らの言うこと聞けながらやるだけ無駄なんですよね、意思疎通の試みなんかね、対話の概念が日本と違うみてえだな、建設的かつ安定的な関係を推進、だったらね、連日の尖閣諸島詣をやめろって、朝晩の挨拶のように尖閣諸島付近に現れんのやめろって、汚染水ガーって騒いでんのやめろって、痛手にやめさせろ、不法滞在者引き取れ、批判らしい批判じゃなくてスローガン、述べてたのは、まあ、台湾にですね、防衛省の文官が常駐することが決まったり、ロシアがクリミアの石油施設を奪い返されたりで弱気になってんですかね。何にせよですね、中国、韓国、北朝鮮、ロシアと朝日毎日、東京新聞と全部のテレビ局は一切耳貸さないっていうのがいいですね。こいつら日本人の敵ですんでね。不法滞在で逮捕された山梨県在住の劉容疑者28歳と他1名、中国人ですね。畑から桃350個を盗んだ容疑で再逮捕。仲間内で桃350個は食えないでしょ。都内に出没する怪しい外国人の路上販売になってんですかね。盗めば原価ゼロで丸儲けだし、盗まれたのか大変にお気の毒です。手塩をかけて育った桃、単価高いもんね、桃ね、1個300円じゃ今買えないな。7月に同僚男性の背後から忍び寄り体を触り、不同意わいせつ行為で逮捕された中国人技能実習生を前橋地検が不起訴処分、理由は非公開だそうであります。世論です。じゃにってるやないかーい、被害者と示談したのかな。技能実習とは強制送還しろよ。不起訴理由はまあ触られ方にもよるけど、示談が成立したんですかね。被害届取り下げ。一体何の技能実習に来てんのこいつって話なんですけど、同僚男性にムラムラって完全にじゃにってますね。被害者は日本人だったんだろうか中国人だったんだろうか、まあ気になりますよ。中国人同士のイチャイチャならね、中国人が中国人を被害に遭わせんだったら別にどうでもいい、好きにしろ勝手にしろっていうとこですかね。警察もそろそろですね、被害者が外国人の犯罪は別だよ、日本人が被害者の犯罪とは別だよって姿勢を打ち出してもいいんじゃなかろうか。有権者が選ぶ議員が政府を運営してるじゃないですか。まあ、実際にはですね、官僚が動かしてる部分が大きいんですけど、警察官は、政府に動かされてるわけですから、まあ、政府の一部なわけですから、有権者のために存在してんじゃねえの。有権者のために働くべきじゃないの。有権者が選ぶ議員が運営している政府の一部なんだろう。日本人のために存在しているっていう理屈じゃないのか。だから、警察もそうそうですね。外国人が被害者の場合と、日本人が被害者の場合、同じくできっかよって断言しちゃったほうがええんでねえな。在留カード偽造でベトナム人2名を逮捕。群馬県警。逮捕されたのは、グエン26歳と、V 27歳。本国から発注を受け、偽造し、せっせと発送していた、本国に送っていた口座の状況から、その数数千枚を偽造していたと判明。ベトナム人だけで。世論です。またベトナム。偽造されないように、在留カードにチップを埋め込め。こんなんでもまだ実習制度とかで呼び込むの。数千人の不法滞在を増やしたってことが、もう実習生入れるのやめろ。捕まえたやつを問答無用で強制送還しないから突き上がるんだよと。警察庁からのお知らせをご紹介いたします。不法滞在者の中には犯罪に手を染める者もおり、犯罪の温床となっていることから、警察では不法滞在者の取り締まりを強化しています。ちょっと待て、おかしいぞ。不法滞在の時点で犯罪者なんだから、犯罪に手を染める者もありって言い方おかしいよね。なんかね、不法滞在の時点で犯罪者ですよ。何これ、不法滞在は
犯罪じゃないみたいなことを警察庁が言ってたらダメなんじゃないの？不法滞在を手助けしないように、不法滞在者には部屋を貸さない、携帯電話や預金口座を貸さない、雇わないしてください、不法滞在者を知っているあの店の工場で働いているなど、情報は最寄りの警察署、交番、駐在所までお知らせくださいと、こんなこと言ってますね。取り締まりを強化しています。警察署はどうしてですね、毎年毎年数千人規模で不法滞在者を増やし続けている実習制度に文句言わないんでしょうね。仕事できていいな、犯罪件数右肩下がりだから予算削られちゃうもんな、ぐらいのあの下水理由だったら許せないですけどね。10月1日、外国人実習制度廃止でも開催します。来てねー。まあ、不法滞在許すなってことなんですけども、不法滞在イコール外国人犯罪、ですよ。外国人犯罪者を許すな。不法滞在者が増えて、つまり外国人犯罪が増えて、排斥運動が起こったら、合法で滞在してる人、もう、とばっちりあんだから、このデモ応援しろ、その方が賢いぞ。不法滞在者はすなわち外国人犯罪者ですかね。そいつらの味方すんなよ、排斥運動起きちゃうからな、だからこのデモを合法滞在者も応援しろ、こういう理屈ですね。理解できっかな、バカで理解できねえかもしんねえな。高卒卒業者、高校生卒業者求人倍率が過去最高だそうであります。東京 10.99 倍、大阪 6.94 倍、広島 4.31 倍など、全国平均は 3.52 倍だったそうであります。世論です。下手に大卒取るより全然いいと思うよ。高卒減って余計に倍率高くなってんのかな。若い人入れて育てるのがいいよ。未だに学歴を採用条件にしてるのはやばいよね。普通科でもええやない。大卒じゃなきゃできない職種の方が少ないだろう。まあ、研究職とかはね、まあね、大卒しかできない気がしますけれども、研究職。東京11倍はすごいな。多分低い待遇で募集してんでしょうね。バカにしやがってさ。高待遇で募集したらすぐ埋まっちゃって、求人倍率って下がってくもんですよ。大学に行かせなきゃ。これがあの結婚と出産をためらう大きな原因となってるのは間違いないですよね。高卒の人でも子供二人を育成できる賃金を実現できれば、なんでかんで大学までっていう圧力も風潮も変わるんじゃないでしょうか。大卒でなくば人にやらずの風潮を作ってるのが省庁とゴミメディアです。これ断言します。省庁はですね、自分らが大卒で優れてるって思いたいし、最初の試験の順位が一生ついて回るテストの点数至上主義っていう変なとこなんですよ。これ中国の華僑の影響だと思うんですけれども、ゴミメディアが退職後の再就職先として大学を欲するっていうのが理由です。ゴミメディアが大学じゃなきゃダメっていう理由は、文系次第のよくわかんない科目の教授にですね、元朝日だの元 TBS だの多いこと多いこと、ちょっと探せばすぐ見つかると思いますよ。ゴミの洗脳に負けずにですね、中卒高卒でも収入は働き次第っつう、風潮になればいいな。例えばですけど、株のデイトレーダーとか大卒の必要ないでしょう。あと自営業とかさ、自営業もですね、スキルが必要な、まあプログラムの会社とか企業卒っていうんだったら大学もありだけれども、そうでない自営業の方が多いもんね。八百屋さんとか、床屋さんとか、そんな大卒じゃなくてもいいでしょう。営業職、その分野の知識さえ豊富で受け答えがトンチンカンでなければね、あとはビジネスメールかけたり、ビジネス電話、ビジネス会話、それは就職させてから教えればいい話であって、そうしたら大卒でなくてもいいような。営業って結局人と人とのあれですもんね、関わりっていうかさ、人と人との信頼度っていうかさ、営業でですね、もしね、中卒の16歳ですね、男がですね、男の子がスーツ着て、新製品ですなんて営業されたら、
可愛くてカッチャカマリンですね。まあ私よりお年の人はもっと孫が来たみてえだなんつって、あのついついにやついて買っちゃうかもしれないですね。まあ営業はあの16歳でも縁でねえかっていう話です。というわけであの急ですけど17日、拉致被害者署名活動を都内でやります。夕方です。メール問員の皆様お手伝いください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。